マインクラフト久々。マイクラフト、ジャブジャブジャブ。今日はもうね、某落合さんがつけていそうな翼を取っていこうと思いますよ。羽ね、羽。それ。ひろやさんがめっちゃ他人に似てる。それめっちゃ言われるんだけど、どんだけ俺に似てる人いんの？エンドシップってとこにあるらしいですね。イリトラの羽が。エンド探索はちゃんとやったことないんで。まあね、一つや二つ、はい、ぶっ潰していこうと思います。このエンダードラゴンを倒したのはもう懐かしいですね。何ヶ月前ですか。お家の場所を引っ越したくて、移動がめんどくさいから羽が必要だなって思って、これから取りに行くんだけど、結構早く見つかるよ、マジ。じゃあついでにシュルカーってやつもぶっ潰していくわ。なんかあれの貝がさ、エチオピアとかその辺で高く売れるらしいんだ。あ、シェルカーね、ごめん。ありがとう。じゃあ久々のエント行きますか。はい。渋谷郊外。渋谷に郊外という概念があるのか知らないが、それ言うなら東京郊外だな。シュルカーじゃね？どっちなんだよ。え、シュルカーじゃないの？ちょっとこれはっきりさせようぜ。わかる。ほら、シュルカーやん。シュルカーだ。誰で言い出したやつ？血祭りにあげるぞ。血祭りの血を煎じて飲むぞ。あれ煎じれるものなのか？あれか！あれだ！もう見つかった！はいや！意外と近えな。ちょっと待てよ。でもさ、これは飛んでいけねえな。みんなこれは一般的にどう攻略していくんだ？これ飛ばしていくの？なんとかして回っていかないと。僕の希望を打ち砕くがのごとく、この奈落が広がっているね、これはね。ダメだね。出直そう。いや、ここしかないんだって。ある程度ブロック積んで、エンパ投げる。あ、上からってことね。なるほどね。翔平をかけよう。それができたら苦労しねえな。バックショット！いや、俺のせいじゃないから。俺のせいじゃないから、それはさ、君の事故ってやつだから。それってあれだろ、保険金詐欺を僕ら虫歯、むさぼり取ろうってやつだろ、あれだろ。当たりや。それだ。アフラックが黙ってねえよ。保険金の不正受給。なんかアフラックあたりでやるとね、2週間ぐらい、オーブンで丸焼きにされる夢を見るらしい。こんぐらいあればいけるでしょ。これいけんのか、ほんとに。おい、ほんとにいけると思ってる。で、まあ、あの辺を一回狙おうと思ってんだけど、これ届くとしてさ、いや、届いたところで岩足んねえわ、絶対。少しは前に伸ばした方が。いや、俺それしたくねえんだよ。俺、その作業苦手だからさ。落ちてくれ。落ちないよ。落ちないに1000円かけるんだな。100倍になって帰ってくるよ。借金がな。絶対足りねえわ。まあ、絶対足んねえわ、これ。やめます。満身ダメ、絶対。いや、今のは満身でしたね。マジで危ないと思う。俺んち荒らさないでください。ごめん、許可取ってやる。君の前世に取ってやるからさ。それ時効とかないでしょ。君の先祖のお墓にさ、その家の抵当権についての、条文が書かれてあって。だから、ただし、ここの土地は、ロジャス・ヒロキが自由にいじっていいものとするみたいな。めちゃくちゃだけどな。家には何も置いていません。早く出て行ってください。そんなこと言っちゃって、君。その床の1枚や2枚、ちょっと一回剥がさせてくれよ。何を隠し持っているんだい？ほら、薄い木の板1枚の下になんか宝箱みたいなのが見え隠れしているぞ。ダイヤのモンドとか持ってるんじゃないのか？ここはまず普通に行くか。しゃがめばいいんだよね。あーやだ。やばい、下にいるエンダーモンと目が合う。ドキドキしちゃう。殺されるかどうかの緊張感で。俺の小指が、ここ最近で一番のパフォーマンスを発揮している。やったぜ。え、待って、意外と遠いな。え？これ無理じゃね？あっちから行った方がいいな。遠回りこそ最短の道さ。でも遠回りでも遠回りで意味ないんだよね。やはり力技で行くしかないのか、これは。一旦あそこ目指そう。あそこ。そんなに気合と努力があればどうとでもなる。って言いながら、この奈落に落ちてってほしいな、修造さん。バタコさん、ボール投げて。バタコさん、エンダーパール投げて。マイクラアンパンマン劇場でさ。アンパンマン新しい顔よって言って投げたのがエンダーパールで。そこにバタコさん入ってくるっていう。で、バタコンマンが誕生するんだ。バタコンマン。 なんだそりゃ。アンパンマンの胴体に バタコさん刺さってんの嫌だ。まさしくだ。これもし落ちたら発狂しますか？俺はしないかな、別に。読書感想文並みの反省文書くわ。落ちてしまった理由について。原稿用紙5枚で。マジで怖すぎる。で、下になんかいるんだけど。え？何今の？あれワイヤで。あ、そうな。じゃあ安心したわ。やべ、めっちゃ緊張してる。脇汗が止まらない。おい！たどり着いた。全然、全然あるね。しかもここはあそこ行ったとしてさ、エンダーマンとの決闘場みたいな状況になってんだよな。昔のドンキーコング64のバトルパッドみたいなやつに乗った時にさ、叩くのがあると思うんだけど、それめっちゃ思い出す。脇腹汗が止まらない。聞いたことかない。肋骨汗なら聞いたことあるけどな。
翔平の寝息聞こえる。やつは今めっちゃ寝ているね。このマイクラ配信さ、いつも BGM をかけないから余計響くよね。もうちょい OK! はい、いや、ここはもうエンダーパール投げてしまえばいけんじゃねえのかっていう。あ、めっちゃ見てる。お、怖っ。そんな営業ノルマある感じ、やめてほしいな。いけ、はあ、びっくりした、びっくりした床につくと思うやん、さすがにさ。木とかやめてよ。やったぜ。これもう8割終わった。8割ももう目標達成した。あ、今、あ、びっくりした。おい、こいつね。これ何？なんかこの角消し、角消しみたいなやつ。危な！あれ食らったらやばいやつ。オッケー。あれ食らっちゃ、あれ、行ったとか言ってたら食らったー。あ、めっちゃ浮くやん。やべやべ、なんか屋根が必要だ。屋根が。いや、落下ダメージはだいぶ強くね、耐久値上げてあるんだけど。うん、問題ない。なんならいつもお家でさ、作業してるときさ、5階ぐらいからこういつも飛び降りてるから。そんな毎日送っています。そう、これぐらいの高さは全然余裕。ちょん、これじゃあぶっ倒すか。あ、消えた。え、シュルカってさ、なんか倒す武器とかあったっけ。決まってた。いたわ。あ、出てきた、出た。確率か、ありがとう。あー、もう、あー、もう、ちょっとかなり、これかなりやばくない。あー、ラッキー。まあラッキーと言っとこう。これはごめんね、俺足腰強いからさ、君たちがどんなに浮かせようと頑張ってもそんな浮くとは思、そんな浮くのそんな浮くの俺。いや、それやばいって、それやばいってあ、ラッキー、上まで来たわ。こんないると思うわよ。噛んだ。てかチェストあったのめっちゃラッキーなんだけど、あと1個欲しいわおもれ今の。いや、試しにさ、落ちてもいいんだよ。以外、君たちが絶望するぐらいの俺は脚力を持ち備え、もう持ちかね、あ、もう、もう、兼ね備えているんだよ。わかるかい？たったの 2.5 ダメージ。どうだい？絶望しただろ、僕の強さ。ってことで、カラスいただきます。足腰より先に語彙力を鍛える。間違いねえ。はい！ 2 個集まった？あ、2個あるわ、もう。あー！あー！あ！ああ、作れた！初めてのシュルカーボックス。これが、どれだけ欲しかったことか、僕は。これでさ、いろんなものを詰め込んで、これをそのまま持ち運びできるっていう、超代物でしょ？超いい感じの、お宝鑑定団とかに出したら、値がつかないですねって言われそうな感じのやつでしょ。値が知らないからな。あともう少し倒そう。まず君。まず君だよ。まずまず君。届かない。あと君だよ。逃さないよ。危ない危ない、それは危ない、それは危ない。やべ、それはでもやばい、それやばい、それやばい。この位置はやばい。この位置はやばい。危ない。うん、上にいるやん、しかも。おい。いてえぜ。あ、もうこのまま上まで行っちゃおうもん。いいや。で、あれだろ？この辺のあれ、開けてけいいんだろ？もう。行った、まだ、まだ来んの？まだ来んの？嘘でしょ？こっち行けろ。あ、オッケー、オッケー、オッケー。すごいな。エンドシティってこんな楽なの？あっちであるわ。オッケー、一旦待ちですね。さすがにやばいです。え、あ、来てる、爆弾。じゃ、これに当たって、向こうまで行こう。いや、行けんのか。おい、おい、おい、使いこなしすぎだろ。あれ？行った。いや、もうさすがに届かないよね、これね。よろしくお願いします。OK、ナイス。いやー、落ちないっすね。大丈夫っす。間に合う、間に合う。間に合う！ OK！ そのまま行っちゃう。あー、待って待って待って。どこ？どこにあんの？一旦、ここで待機しまーす。作戦会議です。エイトラどこですか？把握してないんですけど、中。中なのね。どうもね、警備の方がすごい強くてですね、突破しようにもできないんですけど、あそこに一気に入っていけばいいか。GO! GO! OK! あー、まだいる !OK! 額縁にか、あれか！うわ！え？これどうすんの？どういうこと？その羽は親父の形見。おい、貴様持ってるじゃねえかよ。あ、壊すんだ。ああ、でき、ああ
手に入ったエリトラだ。うわ、ついに来た。チュートリアルを誰か用意してくれ。私は使い方がわからねえ。あ、飛んだ飛んだ。あ、ジャンプ流した。空中でスペースを置く。だっちゃエリトラはあれなの、あの使うたんびに体力減る感じなの。減るんだ。マジか。マジかよ。やってもなくなるよ、そんな。よっしゃ、これでめっちゃはかどる、俺の作業も。ほら、当ててみなよ、そこの位置、その位置からよ。あぶねえ、その軌道を俺は想像していねえ。おい。あ、いった。あ、いった。もう先頭にあるやつは。なにこれ。なにこのコンセントみたいなやつ。エンドラの頭あんの？誰かが頭を取って、船につけたんだね。己の権力をなんか誇示したいがために。残念だったね。君の財産は、すべて僕が持ち去っていくよ。あとでメルカリに出品するから。これで取れんの？あ、来た！危ねえ！おお、おー、やばー！ドラゴンの頭や。これ嬉しい。てか、羽見つかってない？見つかったよ、羽。最高。あ！最高。あ、羽捨てた、今。おい！いや、あれ捨てたんだけど。最悪だ。焦って羽捨てた。うわ、最悪だ。いや、なるほど。羽どっか行った。おい、どうすりゃいいんだよ、これ。羽もう見つかんないやん。初めて落とすやつ見た。あれ、奈落行ったね。これなんとかならねえか。事故にも程があるな。もう払い捨てに全部取っていくわ。エンダーチェストに入れとけばよかったのにって言ってるのに、マジか。あ、そういうことね、エンダーチェストに入れろって。もうこの際だから飛んじゃうか。まあ、いけるべ。はい！さすがに死んだ。あ、こっからなの？マジで？オートセーブやん、もう。配信は一旦ここで終了して、もう一個の方に確かデータがあったから、それをなんとか持ってくるわ。あ、でも、ある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 。セーブデータはある。災難から1時間前の時間ですね。ひろきさん、いつの間に第3の爆弾使えるようになったんですが、実はバイツァダスト、雇ってました。バイツァビッグダスト。普段さ、ちっちゃいパソコンの方で作業してて、データを毎回ね、こう、コピーして写してってやったんだよ。それが生きてたわ。あぶねーマジで危ねえ。ほんとに危なかった。まあ、バックアップってことですね、要は。これやり直す？めっちゃめんどくさいんだけど。ああ、もうみんなし好きに笑えばいいさ、もう。いいもん。配信者としてはこうやってネタを生み出せた方がね、やっぱり優秀ってもんですから。はいはい。事故とはいえ、人間こうやって強くなっていくんだ。ごめんな、春のこと聞いちまったから。いや、そのスパチャで僕は救われてよ、今。久しぶりに来てこんな笑えるとは思わなかったんだ。いや、幸せだね。こうやって視聴者に笑ってもらえるっていうのはね、嬉しいことですよ。僕の存在意義があるってもんだ。あの羽も無駄ではなかった。そのためにあったと言っても過言ではない。まあ、どっかの誰かさんの家宝らしいが、もういいよ、この際。君も、あ、君はただの被害者だ。泣いてくれたな。エンダーパール下に投げたらダメなんですか？あ、そうじゃん！前回までのあらすじ、エンドラの頭を入手し、アドレナリン爆発中で荷物整理をしてたら、羽をそのまま奈落へグッバイとなってしまった。荷物もエンドラ置き去り。どうなってしまうのか、ロジャスは激怒した。激怒して、バイツァダスト、第3の爆弾を起動してしまった。シャウエイ、この景色見覚えはないと思うんだが。あ、あるか、前回やったか。でも今日は、エンドの手前からスタートしたから、もし今日見始めたって人なら、見てないと思うんだけど、貴様一体誰の記憶を見ている？普通に泳ぎはするからさ、プールとかでもあんまり溺れた記憶はないんだけど、いや、この辺はまだいいわ。あ、これ無理。これめっちゃ怖い。きっかけが思い出せない。64のソフトであった、バンジョーとカズーイっていうゲームがあるんだけど、あれの2をね、ちっちゃい頃よくやってて、そう、64のゲーム、すごい海の表現がさ、ああいう感じのとこがあるんだよ。狭い深海の中を潜っていくステージがあって、なんかそれめっちゃ怖かった覚えなんだよね。上がってきた！ OK！ ここで一回さ、セーブして、世界を複製していいですか？だいぶせこいけど、ダメです。やります。OK！OK！ で、こっちやりゃいいんだな。この神やりたい放題だな。
神なんでね、私の都合のいいようにさせろ。何がハードコア一発勝負だ。ふざけんな。禁忌を犯してしまったな、ひろゆき。何が禁忌だ。私がルールだ。いやでもなんかこういうことを考える奴がいるからさ、マルチバースとかで世界がめちゃくちゃになるんだろうな。つまりひろゆきさんはドクターストレンジってこと？目と鼻と口と耳がついてるから。大体ドクターストレンジみたいなもんだ。ここにあるはずなんだよ。目の前。ほら見えた。あそこだ。で、さっきと同じ戦法で行きましょう。11時半だぞ。なんでまだ89人もいるんだ。寝ろ。寝ろほら。本当は見られてなんぼの仕事なのに。寝ろ早く。んじゃ寝る。おやすみ。まあ今回は死んでも割と大丈夫だけど、時間的にここで死んだらもう厳しいから、一発で終わらせたいですね。で、もう羽持ち帰って、ディズニーランドのシンデレラ城あたり、ブンブン飛び回ってたいな。誰が払うか。7000円も。できんだ。撃ち落とされるわ。D 社の軍事力を持って、殲滅されるわ。ディズニーそんな物騒じゃねえだろ。いいんだよ。僕はもうこのマイクラを開いてからというものを、その起動時間の半分はサトウキビに費やしているからな。生粋の田舎者だぜ。で、そのサトウキビを、完全に酒の CM じゃねえか、俺がやってんのは。タンガン。タンガン。タンガン。ゲットマゲット。オーラよー！オッケー！着いた！髪ってサトウキビからもなるのか。わざわざサトウキビから作んなくてもさ、100円ショップとかに行って、コピー用紙買った方がいいよ。その方が早い。これ見るの2回目だな。あれおかしいな。僕はここ初めて来たんだけど、一体君たちは何が見えているんだい？いや、ワクワクドキドキの、シェルカーだよな。あ、シェルカーじゃない、シュルカーだよ。なんかこれ夢で見たな。誰かが、ひたすらこのことをシュルカーと言っていて、弟と一緒に調べたのを覚えているよ、僕は。はい、倒しまーす。誰ですか、私に、もう、ファーストアタックしてきたのは誰で、ちょっと、話をさせろ。私に話をさせる猶予をくれ。えい！あー、もう。すげえ、マリオサンシャインの風船のゲーム思い出す。行って。痛い。どこ？え？貫通したんだけど。あぶね、ちょ、あぶねって、もう、飛んでる場合じゃねえんだ、俺はよ。一停止しかも。どういうこと？やばい。え、これやばい。え、これどうしようね。ちょっと待って、助けて。誰か。なんで貫通すんの？一番天井が危ねえよ、もう、これ。ガーン、痛い！いった！オッケー！お前は落とさないのね？あと一個。今落として下に落ちたよ。マジ？どこ？外に落ちた。いって！いや、ちょっと待って。めっちゃ外にいるじゃねえか、お前。いった。お前出せ。来た！落ちたじゃん、もうね。あった！やった！やったー！シュルカー！あー、危ない、カナダ！今日何でも落とすな。やべえぜ。みんなも単位だけ落とすなよ。それはシャレにならねえぜ。ボックス、来たぜ、やったぜ。でもあともう一個作りてんだよな。ただあと20分しかねえわ。一旦エリトラ取りに行くか、もう。ドゥ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 ボレナイス、オッケー、ナイス、落ちた、拾った、オッケー、これやっ、やったぜ、2個あるわ、もう1個欲しいな、欲張りさんですね、君のパワーを借りればいいんだ、行きまーす、えい、いや、間に合う、いける、頼む、あぶねえ、待って、生きてる、あ、焦った、マジで焦った、落ちたかと思った、来たで、これをこうしてここにぶち込んでいく、 OK で、こいつを回収します、ぜひ、あとは15分ぐらいもうシルカーを集めまくります、僕は。ここからどうやって羽を出すんですか？そこまで込みなのね、俺のこのコンテンツは。ド M マイクラ配信。まあもう存在しない過去はね、ちょっともう忘れて、次に向かって進んでいこうよ。とりあえず俺はもう欲しいものを欲しいだけ持っていくね。いや、限界だ、集めるね。まずドラゴンの頭を回収。なんでね、なんでだよ。いっぱいじゃねえか、もうドラゴンの頭。なんでね。
なんでだよ。いっぱいじゃねえか、アイテムボックスが。もういいや。いいよ、エリトラがあればもう。あんな頭なんて。どうせハードオフにあるから。何個もあるか。まあそう、何個もあるから。そのうちまた見つけるから、こいつ。大丈夫だよ。俺を飛ばしてくれ。Thank you. ひょい。ひょん、オッケー。あ、まだ浮いてる。まだ浮いてるわ。びっくりした。で、あとは、シュルカが泣くまで僕はこの塔を壊すのをやめない。エリトラ見せてください。やだね。エリトラを使って、一気に飛んでいきたいんだ、俺は。ってことで、召喚します。行くぞ。カモン !Thank you!トゥ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 おー山めっちゃ飛べる。うーわうわ爽快。あっちにもある、あっちにもあるぞ。把握した。ああ待って待って、危ねえ。あれ一体何何何何、いや保険営業今いいから、いいです、大丈夫です、大丈夫、ソニーソンプ入ってるからいいの、もういらない、本当に危ない。あお嘘だろ。あ嘘でしょ。もうだって飛んでったらなんかエンダーマンが襲ってくるってそういう仕様。いや、間に合うって言われてもな、装備が全くないんだよ。一回行ってみるか。エンダーパールさ、一個あればって感じなんだけど。強っ。えぐ強っ。いや、無理だ。あと6分。6分のうちに回収すればいいんだろ。宝箱がどっかにあったから。ダイヤで殴れとは。人生で最も硬いと言われているダイヤモンドで叩けばいいんだろ。任せな。おれ。あ、ベッド。ベッド戦法。ありだ。意外といけるかもしんない。待って、今。え？はい、ありがとうございました。確実に、あのエンダーマンは、エンダーパールを落としたが、しかし、僕はそこまで仕様を把握していなかった。ということで、このデータ一回消して、またやり直そうと思います。あで、絶対にエンダーマンに目を合わせない。絶対に目、こっちみんな、マジで。マジでこっちみんな。オッケー。オッケー。危ねえ。やったー。なんで？マウスが壊れた。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。もしこの兄弟を気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。その他の動画もチェックしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ずっとそれ？